沖縄合宿の成果はこれいかに。この試合はウィナーズの成長を確かめる試金石となるでしょう。3日間ハードなトレーニングで体を鍛え上げました。寝食を共にしたことでメンバー同士の絆も強くなりました。心身ともに充実した状態で迎えるこの試合、今のウィナーズは勝利に飢えに飢えています。一方こちらは沖縄大学、日本最南端にある大学で得意な戦術はショートカウンター。積極的なプレスからボールを奪い、勢いよく相手ゴールに迫ります。また前線の各選手が個人技を持つことから、ウィナーズディフェンス陣を苦しめることが予想されます。さあ選手の入場です。勝ち切ることができないチームを変えるため強行された沖縄合宿、フィジカルトレーニングとビーチサッカーで足腰をいじめ抜き、戦術練習ではチームの約束事を作りました。前日には那須組と福田組に分かれ、熾烈な紅白戦も行われました。福田組の突き上げによりスタメン中心の那須組のメンバーは自身のパフォーマンスへのプレッシャーも感じているはずです。さあこの非常に楽しみな一戦、実況は下田恒之でお送りいたします。両チーム健闘を誓い合います。ウィナーズのスターティングメンバーをご紹介します。システムは 4-4-2、ゴールキーパージャイアント和樹、ディフェンスライン右からかける、浩次郎、重梅ちゃん、中盤のセンターウンパルンパと翔平、右ウィングに義士、左ウィングに歩、そして縦関係高と拓也のツートップです。拓也は怪我で欠場中のキャプテン慶吾に代わり、少し下がり目の位置でトップ下の役割を担います。注目選手は中盤の中央に入るウンパルンパ。福田正博コーチに注入された熱い闘魂をガソリンに攻守に躍動することが期待されます。恩師に報いるため何としても勝利を手にしたいところ。暴れ回るように走るウンパルンパの姿を期待しましょう。一方沖縄大学のフォーメーションは 4-2-3-1、 ゴールキーパー上津、ディフェンスライン右から中曽根、金城、亀谷、山内、中盤のセンターヤフソ、池根、左のウィングに宮里、右のウィングに増田、トップ下に平、そしてワントップ泉川というフォーメーションです。注目選手は右ウィングに入る増田、独特なリズムのドリブルで相手ディフェンスを惑わせるウィンガーです。そしてトップ下に入る平のゲームメイクにもまた注目です。個性豊かなアタッカー陣はウィナーズにとって大きな脅威になりそうです。ウィナーズ沖縄合宿の成果を確かめる一戦、今キックオフです。沖縄大学ボールでゲームが始まりました。まずは後方から前線に長い球を蹴ってきます。セカンドボール、沖縄大学左のサイド山内が前にボールを蹴りました。この28番の宮里が左のウィングに入っています。まずは形を整えるウィナーズの守備、沖縄大学30番ヤフソのパスです。この30番のヤフソが中盤のセンターに入ってます。ボールを下げます。センターバック16番亀谷、こちらに3番金城が入っています。さあプレッシャーをかけるウィナーズ、早めに外側から梅ちゃんが強く、梅ちゃんが強く行く、真ん中にボールが入ります。このボールを下げた17番池根が中盤のセンタープレーヤー、プレスを結構かけます。ウィナーズ取れればというところでしたが、最後取れませんでしたが、前線から強くプレスをかけていきましたウィナーズ。スローインです。右サイドバック今日はかけるです。そしてボールを背負って受けた右ウィングの義士、スローインです。左サイドバック山内のスローイン、前を向きました。この平にウィナーズ要注意、そして泉川がサイドチェンジ、右から増田レオンが上がってきました。梅ちゃんつく、梅ちゃんつく、おちょっと梅ちゃん抜かれた、
上がった逆サイド、これはボールが流れて幸いでした。右のサイド、この8番の増田がちょっと梅ちゃんをあしらうような格好になりました。梅ちゃんピンチ、しかしながら事なきを得ましたウィナーズ。後方から幸次郎がボールをつないでいきます。かけるのロングフィードに対して前線からプレッシャーをかけてきました沖縄大学。ボールをうまく収めましたが、岸のところに2人がかりでプレッシャーをかけます沖縄大学。この辺りも球際が両者非常に激しくなっています。沖縄大学が割とボールは持っていますが、簡単に主導権は握らせないぞというウィナーズのタフな対応があります。ここにトップしたプレーメーカーの平が流れてきました。幸次郎で取ります。ただウィナーズ次がありません。ボールをもらったヤフソ、このヤフソはなかなかテクニックがあります。いや大丈夫大丈夫、なかなかここまで始まって2分とちょっとですが、持って攻撃する形が作れませんウィナーズ。ボックスに出ます。幸次郎入れ替わった。平が深いところを狙ってきました。まだまだ我慢の時間が続くウィナーズ。俊介、もうこのゾーンやから掘ってもいいよな。市内でさまざまな声が飛んでいます。歩夢君からも声入るから、喋れよ、後ろ見えるやつ喋れよ、周りの声聞けよ、周りの声聞けよ、合わせるぞ、ギスロー、ギスロー。少し間合いを変えてボックスにスローインを入れてきました。なんとかウンパルンパが前に出します。幸次郎がカバーします。これがつながればいいんですが、また沖縄大学ボール。ウンパルンパスペースに出したボール、タカが間に合えばチャンスになります。これはしかしながら沖縄大学うまくカバーしました。最後センターバックの亀谷だったでしょうか、ナイスカバー。ようやく敵陣深いところに入りましたウィナーズ。ここまで入るのに3分かかりました。スローイン、今度は沖縄大学ボール。これに対してウィナーズはどのぐらいプレッシャーをかけていくのか。ここまでセンターバックの幸次郎がついてきます。翔平は高い球を蹴ります。さあセカンドチャンス、ヘディングで池根が前につけましたが、ウンパルンパ左に展開します。梅ちゃんがクロスボールを入れる。タカが競る、ギシが来た、ギシが来た。沖縄大学クリアに逃げます。幸次郎がうまくカバーをして、ピッチサイドから那須監督も声を出します。さあここまで出てきました。つなげて蹴れるゴールキーパー、ジャイアント和樹であります。下がってきました。シゲは左のセンターバックを務めています。長い球を使います。流れていった拓也、拓也キープ。拓也はある意味今日はキープレイヤーになります。外側から歩むカットイン。ただ沖縄大学もプレスがきついんでボールが戻りました。ヤフソの小さなパスです。そしてシンプルに裏、これは泉川が抜けた。チャンス沖縄大学、ゴール前に池江が入りました。主導権を握って戦っていました沖縄大学。中盤の3列目から17番の池根が出てきました。長いボールをうまく使ってストライカーの泉川の抜け出し、最後は3列目からスプリントしてボックス2ボックス、池根が入ってきました。やばい、大丈夫だ。あれカウンターだやらせやらせカウンターや絶対やらせ。そんなどうしたウィナーズ、1点ビハインド。ここ今入りのところだからやっぱりターゲットしっかり明確にするけど、やっぱ前向きここで全体が近寄ってジャイアント和樹が熱弁を振るっております。ばらけないばらけないばらけない、いきなり正念場を迎えましたウィナーズ。険しい表情から大きな声を出しました那須監督。始まって4分50秒という時間に沖縄大学が先制ゴールを挙げました。
さあここは後方で動かしながら相手のプレッシャーのかけ方を見ます。この辺から前線横の並びになりまして沖縄大学もプレッシャーをかけてきます。前線9番の泉川はスピードがありますが彼のその背後への速さを生かしてきました。甲次郎が足を出します。粘ってかけるの小さなパス岸は残しまうんぱるんぱファールになりましたが非常に激しい当たりを見せました。30番のヤフソ選手が蹴るのかと思いましたが後方から左センターバックの亀谷が出てきました。沖縄大学です。亀谷蹴ります。角度をつけて右サイド中線どうだ。競り負けましたがゴールキーパーのジャイアント和樹がしっかり取ります。これがジャイアント和樹得意のロングキック。中央から左に流れた拓也を狙ってきました。1点リードの沖縄大学。スローイン右サイドバックは2番の中曽根が務めています。平が下がってワンタッチ右サイド立ち上がりで一ついい突破を見せました。増田レオンが抜けます。ゴール前に泉川後ろから宮里が出てきた。ナイスキーパーしのぎましたジャイアント和樹。右足命拾いです。ヤッソ浮き玉トリッキーなパスです。タケルのヘディングのクリア。小さなパスを義士が中央につけます。粘った翔平。さあタクヤ出る。ここはちょっと捕まったがなんとかキープ。あーごめん。ちょっとずれます。また沖縄大学ボール。さあボールは失いましたが前線の高からプレッシャーをかけていきます。ここも18番の拓也が前に出てバックパスを誘いました。上津の横パスです。さあだいぶ前から間合いは詰めています。ウィナーズ上津ロングフィードカットして拓也プレッシャーをかけます。沖縄大学はここまで上々の戦いぶりになります。さあ拓也義士かけるかプレッシャーをかけます。かけるは右サイドバックですからサイドバックがあそこまで出てプレッシャーをかけました。光次郎から茂です。リードした沖縄大学はここで少し重心を下げてご覧のように立ち位置を整えています。梅ちゃん左サイド入れました。しかしこれが引っかかる。急がないで今度はボールを持って後ろから構築していきます沖縄大学。 B センターバックは金城です。ゴールキーパー上津。亀谷左足ロングフィード、これを引っ掛けて甲次郎ツータッチの縦パス。セカンドチャンス、またセンターバックの甲次郎。高が流し込んだ。義士が出てきた。シュートまで行きませんでしたが那須監督からも大きな声が飛んでいます。ボックスの相手が一番嫌がるところを使ってきました。これは沖縄大学ボール。左のサイドバックは山内です。そして亀谷のパス甲次郎をカット。センターバックあそこにいるわけですからかなり押し込んでいます。運んだ28番宮里は左ウィング50ボール。うんぱるんぱ拾った。高に入った。高左足、ようやく沖縄大学ゴールを脅かすチャンスが来ました。ウィナーズ今度は相手の後ろからのビルドアップに対して間合いを詰めましたんでミスを誘ってマイボール。かける下げます。甲次郎のところはノープレッシャー。こちらのセンターバック重もノープレッシャーです。大外に梅ちゃん、ジャイアント経由。
シゲは冷静に探します。ここに翔平が下がってきました。翔平はベースポジションは中盤の下がり目です。康二郎角度をつけて入れました。8分9分ぐらいまでかなり主導権は握られていましたが、次第にチャンスの形が出てくるようになりましたウィナーズ。このバントはどうだ。梅ちゃんが前に出ます。シゲ競ります。ウンパルンパ、イヤフソ、これを潰して翔平ワンタッチ、ウンパルンパ、ウンパのパスからスイッチが入る。タカ来た、後ろからカケルも上がってきた。カケルを使った、低い球が来た。これはいい形でしたウィナーズ。タカのキープから右サイドバックかけるオーバーラップの素晴らしいサイドアタックです。これ少しずつ得点の匂いが出てまいりました。気づけば時計の針は12分を回っています。少し押し込まれてましたんで、沖縄大学ゴールキーパーの上津が間合いを開けます。タカのパスです。左のウィングの位置から歩夢が来る。梅ちゃんが内側を上がってきた。歩夢カットインから打ってきた。スーパーゴール。見事なカットインからの右足です。歩夢ナイス。スーパー歩夢、スーパー歩夢やりました。同点。ベンチからもスーパーという声が飛びました。これはもうウィナーズ史上に残るスーパーゴールであります。追いつきましたウィナーズ。劣勢のスタートからリズムを自分たちの方に持ってきて追いついたという価値ある流れであります。ヘディングで前にボールをつけた金城。この辺りもウィナーズタフに戦っています。ウンパルンパ、右サイド義士がプレッシャーをかけに行きます。左サイドスローイン山内、その山内がダイレクトで前に入れます。競り勝ったシゲ、翔平が残して康二郎、いいプレッシャー。プレッシャーをかけたのはストライカーの泉川。この辺りは沖縄大学そこまで下がらずに少し敵陣に前線を置いた状況でプレッシャーを伺っています。拓也が下がってきました。拓也は前線、トップ下のような立ち位置を取ります。シゲです。康二郎、少し角度をつけて右サイドへのパスです。さあ宮里、左ウィング横につけましたが泉川に入らない。シゲはかけるにボールをつけます。プレスをかけたのは左サイドバックの山内。さあゴールキーパー使って冷静にコントロールします。ウィナーズ、康二郎です。まあ、今那須監督から声が飛びました。翔平選手がセンターバックの右下に下がってボール回しに参加します。さあ懐に入った。見事な同点のゴールを決めた歩夢でちょっと時間を作ります。ここに上がってきたのは右サイドバックのかける。もう一回かける。足裏使って義士のパスです。歩夢は外側にと勝負した。歩夢上げた。ここは歩夢が、まあ、左ウィングベースなんですが右に流れて突破からチャンスにしました。歩夢はかけるに返します。さあちょっとこのパスはずれたが、うんぱるんぱのタックル剥がしておいて左から、ここにストライカーの泉川、背後池根出てきた。翔平がつく。なるまでノーファウル。左
非常に激しい応酬になります。カウンターの目をうまく積んだ形になりました。まだ4分あります。追いついた後もゲーム運びのリズムは悪くありません。ウィナーズ、ウンパルンパ、カケルに対して少し宮里がプレッシャーをかけます。システム的には両者マッチアップする関係になります。さあ幸次郎ずれましたが、プレスを狙ったゴールキーパーの上津が出てきました。ちょっとためらったと言いましょうか、譲り合うような格好に沖縄大学がなりましたんで、そこを抜け目なく狙いに行った形です。少しリズムがなくなってきました沖縄大学。ゴールキーパーの上津がちょっと間合いを空けてこのボールを蹴ります。高を収める、右からかけるが出てきました。中央に返す、翔平はワンフェイク入れて縦パス、これをしっかり潰しました沖縄大学。11番の平です。なかなか11番の平が有効にボールに関わる形がなくなってきました沖縄大学。右センターバックの金城、ボールをもらいに来たのは中盤センターの池根です。亀谷が持ってます。亀谷は左センターバック、下がらないでプレッシャーをかけるタイミングを図っています。ウィナーズ、背中を見ながらタカはプレッシャーをかけに行こうとしたんですが、後ろを確認してやめました。真ん中に刺します。ワンタッチ池根、もう一つワンタッチが入る。さあ右から増田レオン、もう一つ行く、増田のシュート、取りましたジャイアントカツキ。沖縄大学右のウィングプレーヤー増田の突破でした。前半残りが少なくなってきています。どういう形で前半を終えるか。ウィナーズ、シゲです。まさにウンパルンパが少しセンターバックの横に下がって顔を出します。今ボールを下げたのは左サイドバックの梅ちゃん、シゲです。左足ロングフィード、一気に高を狙ってきました。あまりつなぐことにこだわりすぎずに、一気にゴールに近いところのパスを選択しました。残りは1分です。なんとかこの前半は 1-1 でも OK という感じの間合いに見えました沖縄大学。さあビアフソの縦パス引っかかりましたが、また沖縄大学ボール。平でちょっと抑揚をつけます。梅ちゃんナイス読み、どうだ、しかしながら真ん中ちょっと合わない。拓也も高もちょっと距離が遠かった形になります。しかしながら歩夢からプレッシャーをかけます。ウンパルンパも牽制した。しかしながらその背中で平カットして梅ちゃん、これで20分を過ぎました。もう一回攻める形があるのかどうか。ウンパルンパです。少し運んで幸次郎、右センターバック、高出る、高止めた、西入ってきた、ゴール前どうだ、拓也落として梅ちゃん、際どい。これが前半のラストプレー、最後に梅ちゃんいいとこ出てきました。得点こそなりませんでしたが、期待感を非常に漂わせる素晴らしい攻めを見せて前半が終了しています。
ウィナーズ対沖縄大学、前半は1対1での折り返しです。もうちょっと内気味で出すでしょ。あと多分あんまないからしてないんで、ポンポン蹴らなくて後ろでゆっくり回して、あれさ、俺さ、浅い時に飛びしがもちろん最後の深くだけ、最後の深くだけ行ける時は全然作れる時間ってある。あ、行けたっすね。あれさ、俺さ、浅い時に飛びしがスライしがちだから、もちろん一回止まっていいの。拓也さんが、まあ、行ける時は全然。拓也さんどこで、あれでちょっともう取れなかったけど、もううんと置き去りになっちゃう。邪魔だった。邪魔だった。俺をさ、行くタイミングを違うから。じゃあ俺だって行こうとしてて、後ろが何も言わなかったからやめた。覚えてる。すぐ右のやつ。そう、右のやつ。あれシュートまで行かれてんねん。行っても分かってないみたいな言ったけど。俺前あれ、いやそのたくや君が一回バッて行って。そうやね、そうやね。あれやっぱりセンターバックが1個早く言わないといけない。あれ俺ずっと流してるじゃん、後ろから言ってって。でも2人ともあそこ言えてないから、俺も2人に対して言うから、やっぱりあれなるべく早く言ってあげよう、センターバック。よし、できればチャンス出せばってことですよね。そうそう、いや、あそこだって止まってて、もう行ける準備ができた。センターバックからセンターバックに横パス入るときも行こうとしてんけど、そうそう、やめて、後ろ整って。ただチームとしてはそこの発信なかったらまあ行けないから、でも行かないのが正解だから。だけど、行かせるのが本当の一番正解だから、やっぱりもうちょっと後ろから意思疎通のとこや。 OKOKOK。 ちょっと時間経つごとに自分たちのリズム出てきて良くなってきたけど、最初ちょっとあたふたしてた部分もあったから、とにかく守備の部分はリスクマネージメント、攻めてる時のバランス、そこは常に意識しながら。カウンターで失点はもったいない、本当に。だからそこのチャレンジ&カバーっていうところ、そこのリスクマネージメントっていうのを常に考えながら、サイドバックとセンターバック、あとボランチも含めてバランスを取りながら、プレス言ったけど、タカが言ったけど、こうハマってんだったら後ろのもう5をかけていい。もちろん行かないのもいいんだけど、行けるんだったらあの位置でこう5をかけて、タカがこういい形で終えるっていうところだったから、あそこはもう5をかけてもいい、全然 OK。 しかも前向きでこの形で終えてたから、限定もできるしっていう、そこは5をかかったらもう全体でいくっていうね、 OK。 あと中盤、ウンパと翔平、守備のとこたまになんだけど、やっぱりちょっとこう一発で入れ替わるのが嫌だ、やっぱあそこは。全然予測していくのは OK だけど、無理に飛び込んで入れ替わるのは嫌だから、だからそこだけ気をつけて。ビルドアップの時で、コウジロウとシゲで全然モテる、あんま来ないから相手で。ここの1回翔平とウンパがサイド開ききっちゃったけど、1人は中いて、絶対1人は中で真ん中落ちるのもよしで、ここのスペースとかめちゃめちゃ使えるから、こことかこことか、そう、ここでグッて入れば中もいけるし、さっきみたいに縦のこの高の動き出しからコンビネーションとかもできるし。で拓也ちょっと動きすぎ、全部が全部行きすぎ、ちょっと早い。だからそのタイミングを見て、高とのコンビネーションっていうところ、そこは意識しながら、この試合で、はい、いい動き出しの時もあるから OK で、コウジロこの運んだ時対角 OK、 狙うの全然 OK でもキャンセルして、ここ全然動かせるから、緩いから、 むしろプレスが。だからそこで動かせるんだったら動かしながら、しっかりやってきた練習の中でサイドも OK、 この中盤も OK で、対角も自分がこうやってグッて運べんだったら対角開くから、そういう選択肢も OK。 とにかく慌てない、自分たちからリズムを失わない、もったいない、全然プレッシャーきつくないから OK、 うん、そのメリハリだけ OK。 あとはもう全然いいから、キャンプでやってることもできてるし、徐々にこうね、いろいろオーバーラップしてとかコンビネーションの中でできてるから、もうとにかく後半追加点取って勝とう。
しょ、オッケー、やってできるぞ、レイゴー、しゃ、インディション、インディション、インディション、ちょっと一個だけ、あの昨日センターバックから前のプレス発信してって言ったけど、やっぱりちょっとまだ足りないから、ちょっと翔平君も入れるから、ここちょっと間繋いでもらって、前の選手それ聞きながら、ちょっと前もうちょい行こう、全然あの前で奪えると思うから、で昨日も言ったけど、やっぱりゴールの近いところで奪えば一番チャンスになるから、相手に入れられるよりも、だからそこをまず狙えるように、センターバックとボラン中心に前に対して発信しよう、OK、よし、もう一回入り5分しっかりやろう、OK、でも俺も自分勝手に行かないから、もう後ろが OK って言った時には行くから。うわぁ、ちょっと待って、あの1点いらんな。え、抜けられた後とかは困らん、この抜けるさ、タカさんが、タカさん抜けて、その後、そこの、お前らついていった、そこのスペース使われてん、一応しかも、待って、背後いけるぜ、多分素晴らしいですか、カバリもあんま、さ、速くないから、あんま残されたのカバー、あ、横田さんが出るじゃん、ついていくさ、そう、ついていけん、そしたらもう、ともきさんあんまさ、背後のカバー入ってないよな、だからさ、全然いけるぜ、背後逆サイド、一応、風上だから、空いてる、空いてる、めっちゃ空いてる、ゴール向かさなければいいから、こっち出たときは、うん、もう外に出さす感じで、うん、でもう下下げたら別にもうなんか出れる感じだから、もう多分前から詰めたらこれあれだろ、やられるような、多分前から詰めたらこれもうパン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 剥がせる、切られるし中は多いんすけど、カベチさ、もう一個ライン下げたら、そう、もう一個ライン下げたら、もう出たら簡単に入れられる、多分相手の距離が近くなると思う、もうちょいいける、コーナー欲しいな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 、しっかり最初のやつコーナーいけてくれ、もっとたまげバチバチ行こう、はい、どんどん入れていくから、オッケー、よし、あとそこで俺らもっとケントに行こう、シュート少ないっしょ今、シュート少ない、もっと打ちに行こう、打ちに行こう、ゴール見えたらまず打とう、同点だからな、同点勝ってねえぞまだ、集中して1点取るよ、1点勝ってねえぞ、よし行くぞ、よし行くぞ、行くぞ、もう失点できないし、得点しないと勝てないから、もう気合入れてやるよ、よし、オッケー、全員戦おう、よし、ゴー、ウィナーズ、ウィナーズ対沖縄大学、前半は1対1、先制されましたが、追いついたウィナーズ、残り20分の攻防です。ウッパ動かして試合が始まりました。後半はウィナーズボールのキックオフです。前半の途中から主導権を握れるようになり、複数の期待感のあるチャンスを作って最初の20分を終えましたウィナーズ。ウンパルンパヘディングで前に返します。オッケー、立ち上がれ、もう一回、あの沖縄大学右サイドの奥を狙っていきましたが、これはスローインラインを割りました。ウィナーズは前半と同じメンバー、そのままのメンバーで戦ってます。梅ちゃんがダイレクト浮き球です。流れて拓也がここでキープに行きました。沖縄大学は左のウィングに入ってました28番の宮里俊介選手に代わりまして、13番の辺戸名渡る選手が左サイドに入っています。さあ収めた茂は左のセンターバックです。ここはちょっと強めにプレッシャーをかけてきました沖縄大学。左のサイド梅ちゃんが高い位置を取ります。その分スーッとウンパルンパが角度をつけてサポートに入ります。睨み合い、康二郎から茂です。ウンパルンパ、まだプレスはかけません沖縄大学。康二郎は従いまして一気に前、跳ね返しました亀谷、セカンドボールを拾ったウィナーズ、かける入れてチャンス、ゴール前いい形でした。飛び込んできたのは歩夢です。右サイドかけるのクロス、そこに14番左ウィングの歩夢が入ってきました。これどうした、
後半の立ち上がり、上々の攻撃を見せましたウィナーズ。アイムがコーナースポット。真ん中、これ面白いボール。ボールヘディングが枠に行けばあわやというチャンスでした。最後は康次郎の頭です。センターバック康次郎で一つ決定機にしましたウィナーズ。沖縄大学はあまりゴールキーパーからはつながずに長いボールを蹴る傾向があります。上津カンタです。梅ちゃん、ヘディング跳ね返し、ラインは割りましたが迫力のあるヘディングを見せました梅ちゃん。シゲです。康次郎に対してそれほどまだプレッシャーはかかりませんので、ここでちょっと探します。今度は翔平が左のシゲの前、ここに入ってきました。翔平です。縦に入れた、ウンパルンパかける、ワンツー狙い、どうする、かける、上がった、あ、チャンス飛び込んできた。ボックスに4人入って、もう一人梅ちゃん上げたのは右サイドバックのかける。非常にテンポよく敵陣の右深くまで踏み込んでいきました。ちょっと沖縄大学後半も後手に回っています。さあウィナーズ右のコーナーキックです。改めて歩夢です。どこだ、真ん中、ボールは悪くない、収めた拓也。梅ちゃんが粘ったが入れ替わった。さあ沖縄大学カウンターのチャンス、左のサイド深いところまで運んできた。スピードがあります、泉川上がった、チャンス、これは最後増田が飛び込んだんですが合わない。まだあります。13番のヘントラは後半から出てきたプレイヤー。このヘントナが触る前のコンタクトでウィナーズのファールがあったようです。いい時間帯が続いていたんですが、カウンターを浴びてちょっとピンチになりましたウィナーズ。油断禁物であります。さあ沖縄大学、ここは間合いを上げてのリスタートになります。3人の壁がジャイアント和樹の指示を受けて立ち位置を決めます。どこを使うか、そのまま金城を狙ってきた。センターバックの金城が大外から飛び込んできました沖縄大学。ウィナーズの方はゴールキーパーからしっかりとつないで運んでいくというスタンスです。ウンパルンパ、康次郎です。左足シゲロングフィード、ターゲットタカ、いいポスト、ワンタッチでタクヤが流し入れた。背後抜けたのはアユムです、タカです。ポストに入って非常に正確に落としてきましたタカ。つなぐのか蹴るのか、蹴りますね。さあゴールキーパーの上津カンタ、右サイドダイレクトで
増田が流して、この泉川9番とワンツーを狙ってきました。スローイン右サイドバックの中曽根、後ろ向いてますんで、中盤の17番池根はボールを下げます。引きつけて狭いところ繋いでくる。抜けられるか。抜けさせないウィナーズ。那須監督から指示が飛びます。まずは翔平を使ってボールを動かします。梅ちゃん、シゲです。今度はセンターバックの間に翔平が下がってきました。幸次郎、ボールは当たりませんでしたが、タカは背後への動きを繰り返しています。ちょっと膠着してきました。ここもじっくり間合いを空けます。深いところの増田を狙って池根の競り合い、キープして泉川、そして平、外側から安尾が出てきた。これはいい戻っての守備でした。かける高ポスト、収まった。タイムキープ。ただ高の動きはちょっと捕まっていました。ウンパルンパがセンター、使わないで幸次郎は横にボールを入れます。翔平が引き取りました。中央でウンパルンパが駆け引きしています。少し梅ちゃんが、サイドバックの位置からここに入ってきました。ちょっと流れたんで、沖縄大学左のウィングヘントナがプレッシャーをかけます。落とした。タカワンフェイク、外側から歩夢が前を向きます。さあまたカットインか、また打つのか。ヒールした梅ちゃん。同点ゴールを彷彿させるカットインでした。この歩夢、今度はヒールでスイッチするプレーを選択しました。ちょうど後半の半分が過ぎました。さあウィナーズ交代を行います。右サイドバックの右のウィングに入ってましたギシ選手に変えてマッスーが入って、マッスーは右のサイドバックに入りました。でこれで右サイドバックやってましたカケルが右のウィングの位置に出ます。ちょっと人を変えて配置も少し変えました。那須監督です。タカです。堅実なポストプレー、高いグファールをもらいましたので十分な仕事はしました。歩夢がボールサイド、横に梅ちゃんがいます。さあセットプレーのチャンス、歩夢が蹴ります。お低い球、こぼれ球は安尾が右サイドに逃げます。そして増田レオンが反転をした。この増田はスピードがあります。キープ入った平、スライディング、ウンパルンパ、幸次郎連続のスライディングでボールを取りました。ここはもうウィナーズ中盤のセンターのせめぎ合い、戦う姿勢でもって上回りました。
左の前にボールを出します。旗が上がらなければチャンスですが、旗が上がったようです。これはどうやらラインをコントロールしてウィナーズオフサイドを誘いました。ボールは保持できています。主導権はあります。あとはどうやって点を取るか。ウィナーズ高次郎です。しげ高次郎、さあ沖縄大学泉川プレッシャーをかけます。この9番の泉川選手が、まあ、スピードありますのでちょっとくせ者ぶりを見せています。プレッシャーをかけたのはプレーメーカーの平、そう泉川がちょっと寄せます。引きつけて茂抜けた、歩夢キープ、梅ちゃんがサポート、スイッチした。最後は沖縄大学右サイドバック中園が対応しました。スローインです。しげ高次郎、これは相手読み勝ち。右センターバックの金城が前に出ます。カットして高次郎ちょっと運ぶ、そして右のウィングのかけるがキープです。ワンツーではなくウンパルンパの縦パスから拓也かける、ゴール前タカがいますがコーナーキックになります。突破を図ったかけるに大きな声が飛びます。優勢は優勢だと思いますが、気づけば後半の残り時間が5分ぐらいになっています。勝ち切れるかどうか、これはもうウィナーズにとって重要なテーマであります。それが問われる残り5分になりました。2つ目を拾う、2つ目は歩夢です。高い球を逆サイドに落としてきました。かける抜いたかける来た、これはしかしながら増田がナイスカバーです。沖縄大学、トリッキーなドリブルも持ち味の8番の増田がいい対応を見せました。梅ちゃんがスローインを入れます。歩夢からウンパルンパ、金城センターバック、早い泉川早い、ああでも冷静です。しげ梅ちゃん、おっとちょっと食われた、梅ちゃん食われた、トリッキーには松田レオン、これはよく絞って戻った松田と後ろにこぼれた、左足打てるか、右足打てない、抑えました。最後高次郎、まだあります。増田レオン、やっぱりくせ者ぶりを見せます。深いところ自分で裏街道、うんぱるんぱナイスカバーです。これで梅ちゃんのところで1回ボールを落ち着かせました。2度にわたってちょっとボール食われて攻撃浴びましたので、ウィナーズ側としては非常にヒヤッとしました。これもちょっと危ない。平がボールを1回下げます。ヤフソ、おっと奪った、これはいい出足、左センターバック亀谷我慢しながら、沖縄大学もカウンターのワンチャンス、人差しを狙っています。まっすーです。ゴブゴブのボール、ヤフソが前に入れましたが平のところには入らない。さあプレッシャーをかけます、ストライカーの泉川、運んで引きつけて縦パス、これを食われましたんでどうやって遅らせるか。翔平がディレイ、増田です。梅ちゃんも戻った、右からサイドバックの中曽根が上がっています。梅ちゃん、おっと入れ替わった、
増田レオンです。そして中曽根いぶき、中に入ったまま中曽根が左横のヤフサにボールをつけます。さあここでサイドバックの山内オーバーラップ、おうまくこらえた。かけるがしっかり守備でついてって1回引っ掛けましたが、ヤフソのクロス胸トラップでボールを止めた池根でしたが旗です。ちょっと15分ぐらいから落ち着かない時間が続いています。ジャイアント和樹残り2分、タイムを収めました。梅ちゃん、しげ、なんとか決着つけたいんですが残り時間が少なくなってきました。ウンパルンパが左下に下がって割とサイドバックを中に入れる傾向がありますウィナーズ。かけるのパス、さあつなぎに来たが引っ掛けた、かける引っ掛けてゴール前3人入った、ゴロで入れる、お粘った、反転、タカ入れる、もう1回キープ、タカタカタカ、預けた、オットのウンパルンパ、劇的、劇的です。19分ウンパルンパ、ゴールを生んだのはこの高野キープ、そしてウンパの華麗な右足、まさにウンパルンパ逆転しました。ウィナーズ2対1です。前線からしっかり守備を行って、おーっとここは油断禁物、まだゲームが終わったわけではありません。ギリギリでセンターバックシギが対応しました。さあ今時計の針は20分を過ぎます。20メーターぐらいのフリーキックです。ウンパルンパの劇的な右足弾をまさに勝利の一撃にするため、このセットプレーはしっかりしのぎたいウィナーズ。9番が泉川、13番がヘッドマン、沖縄大学ラストチャンス、泉川際どい、試合終了の笛です。劇的でした2対1、18分40秒まさにウンパルンパ、沖縄大学のカウンターを浴びかけた嫌な時間、終了間際にこのウンパルンパが殊勲の一撃です。沖縄合宿、沖縄大学相手にウィナーズ見事に劇的な白星を挙げました。2対1勝利を収めています。まあ1戦目の勝利はもう忘れて、ここもしっかり結果を残していいキャンプだったって思えるようにみんなで勝ちましょう。次の試合さ、勝つために行くから。はい、わかりました。もう自信持って、はい、練習通りのところで、はい、思いっきり、はい、ありがとうございます。守備を引き締めてあげる。はい、ありがとうございます。気持ちよく帰りましょう。ゴー、フランス、ゴー。